もうとりあえず本戦でやりたいっていう気持ちがずっとあったんで、ただいまって感じですかね。はい、本当にやっといてよかったなと今すごく思ってるんですね。うん、やっぱりこうまあ本戦常連選手っていう人たちの実力っていうのも肌で感じることができましたし、うん、で決して追いつけない差じゃないなっていうのは感じてたので、うん、もうとにかくあそこに戻ってやろうっていう気持ちで練習、それから試合とずっと重ねてきた感じなので、うん、とにかく今回はちょっと本当に期するものがあるというか、うん、そんな感覚ですね。はい、動きまくって、その中にやっぱり相手の隙を見つけてっていうのが自分のスタイルだとは思ってるんですけど、もうこれはね、僕があのゼストに上がることが決まるとかいう、もうずっと前からなんかゼストルールっていうのをすごい意識して練習してる、まだアマチュア時代の僕がいたんで、なんかもう体に染みついてる部分はありますね。いわゆる一般的な MMA のパウンドがあったりっていう、あれはあれでね、あのやっぱり強さを見せつけたりっていうのはできると思うんですけど、ゼストルールだからこそできる動きのある試合とか、僕はそういうのにすごく魅力を感じてるので、そこでしっかりやっていきたいなと、うん、こだわりは持ってます。いや強いなというね、強いなと思いましたね。うん、まあでもまあグラップラーだっていう話は前々から聞いてたこともあるし、であの試合も、まあ、三角締めですかね、で勝ってたと思うんですけど、なんか僕と結構通じる部分があるのかなと思って、ちょっと勝手に負けらんない相手だなっていうふうに、まあライバル視というか、うん、そういう感じであの日以来見てましたね。失うものがないというか、ですごいガンガン来る感じだと思いますので、うん、プロのその経験が少ないからといって侮れないなと、まあ、あのアマチュアというかアウトサイダーとかでも、ね、かなりの勝率の選手なので、うん、全然アマチュアだからといってこう格下扱いできるような選手ではないなというふうに僕は思ってますね。もう対等なというか、もう本当どうかしたら食われちゃうんじゃないかってぐらい危機感を持って、はい、あの試合まで今練習を積んでる感じですね。まあ、アウトの技術を見せるっていうのはすごい重要なことだと思うんですけど、ただ強いだけじゃダメだと僕は思ってるんですね。やっぱりその選手としての鼻であったりとか、まあ、オーラというか、もし負けたとしてもなんかこう見せられるものがある選手、そういう選手がやっぱりプロとしてこう輝いてるというか魅力的なんじゃないかなというふうに僕は思ってますね。やっぱ、まあ、鼻があるプラス強いっていうのがやっぱりね、かなりセールスポイントになっていくと思うので、やっぱ負けられないですね、ここはね。そうですね、本当は KO 勝ちを狙って、寝技弱絶対かなわないと思って KO 狙ってたんですけど、なんか気づいたら入ってて、形になんか勝ったのが信じられないなっていうのラッキーみたいな。ちょうどあのそうですね、っていうか道場だと僕一番弱いんですよ、あの二人とやられされると。寝技も道場であんまやらないですし、だから結構バカにされてるんですよ、あの二人に。そうですね、やっぱり自分もともと地下格闘技から始めて、でこの間プロで初めて勝ってっつって、そうですね、やっぱプロでこれからやっていきたいっていうのがあるんで、その面ではやっぱゼストが一番いいかなっていう思いで、オファー来た時は嬉しかったですね。まだそうですね、まだやっぱりこの間勝ったっつってもまだ他の人から見たら笑われちゃうレベルなんで、もうプロでね
例えばゼッソで強豪に勝ったりとか、そういう風に安定して勝っていけるようになればプロって本当に言えんのかなっていう感じですね。まあ合コンとか行って俺プロだよって言えるようになりました。勝ったんだよね。はい、俺プロの格闘家だよって言えるようになりました。まあ前回ファイトマネーっていうのを、まあ、初めてもらいまして結構いいなと思ったんですけど、なんかなんですかね、道場の会費を、まあ、ちょっと10ヶ月ぐらい滞納してて全部山さんに払ったっていう。試合は聞いた話しかなくて、うちの道場の谷川選手が、まあ、練習仲間とかセコンド付き合う仲だとか結構仲いいみたいで、まあ、強いっていうのは聞きました、ね、どういう戦い方。そうですね、寝技でなっちゃうんですかね。やっぱお互いグラップラーなんで、まあまあ多分寝技になって僕が一本勝ちできればいいかなみたいな。そうですね、まあちょっと今回秘策があるんですけど、まあこれやったら勝てるっていう、それをまあ谷川さんが横流ししなければ勝てるかなっていうのはそうですね、誰かが喋らなければ決まんのかなっていう技があるんで、それが決まればいいかなと思ってます。7月14日日曜日、ディファ有明ゼスト36、チケット絶賛発売中。